ご紹介いたします。電光掲示板に書いてありますので、それをご参考にください。ご参考にしてください。まず先生をご紹介いたします。井上康生先生、よろしくお願いいたします。大谷武史先生、高城智文先生、大杉由香先生、五味夏美先生、以上の5名でお願いいたします。それでは井上先生、お願いいたします。先生方に礼、お願いします。井上先生、よろしくお願いします。私は含めて4年最初をお届けいただきましたけども、大会会長の方も、本当に引き続きお願いをしたいなというふうに思います。また、たくさんの先生や、しっかり座って見えないから、後ろが見えないんだ。私の大会、子供の時から柔道を始めて、一度も出ることがありませんでした。まあ、そういう中で、今日、立場は違うのもこの場に入れることを大変に励みにしておりますし、また今日はこの未来の柔道家たち、そして日頃一生懸命元気よく明るく柔道をやっている子たちと交流の形で未来を大変楽しみにしておりました。まあ、今日はですね、短い時間ではありますが、日頃我々が培った技術を精神やめて。なんで汗をかくままなの。少しでも柔道を柔道を柔道をやってもらいたいなというふうに心から思います。では早速、時間も短いですから、柔道をみんな見ていきて、どういう気持ちがあるとしたのか、その前に私の方から一つだけ皆さんにお願いと言いますが、常に心に止めて柔道を頑張ってもらいたいということをお話しさせていただきます。それは霊法についてです。この霊法、みんな知らないので、やめてって。また相手と練習をする前、また試合をする前、必ず止めるというものを考えているというふうに思いますが、私はこの時に決して子供たちは意識、形だけで行うのではなく、心というところを備えた上で行ってもらいたいというふうに思います。その、じゃあ心というものは何かというと、私は一言で言うのであれば、感謝の気持ち、そのありがとうという気持ち、これを常に持つこと、これは非常に大事なことではないかなというふうに思います。座ってって言ってるの見えないから。試合において、練習において、そういう気持ちで挨拶をしているものどれだけいますか。手挙げて。あれ、届いてないかな。相手に対して礼をする、その時にね、今日も練習の相手になってくれてありがとう、また試合を、ね、してくれてありがとう、また先生に対しても指導をしてくれてありがとう、道場に対してもね、ぜひとも行っていただきたいというふうに思います。まあ、皆さんはね、礼法について形というか
一瞬誰でも